時は全てを奪い去る。同時に様々なものを生み出す。失うものと得るもの、どちらがより多いのだろうか。それは誰にもわからないだろう。たとえ神にさえも。答えが分かっていれば、間違いや過ちを犯すはずないのだから。いや、答えが分かっていたところで結果は同じなのかもしれない。結局のところ、望んだ答えを手に入れられないのであれば、望む答えを手に入れるしかないのだから。たとえそれが正しくない答えだとしても。俺は誰だ？俺は誰だ？俺は俺なのか？それとも。シュバルツ、シュバルツ、シュバルツ。おい、シュバルツ、いい加減起きろって言ってんだろ。んだよ、てめえか、柔道。朝から野郎の顔なんて見たかねえんだよ。向こう行ってろ。俺だってな、朝からお前の顔なんか拝みたくはないさ。フィオナに頼まれたんだよ、お前を起こしてきてくれってな。ったく、余計なことしやがって。ぼやいてる暇があるなら顔でも洗って着替えろよ。下で待ってるからな。最低な夢に最悪な目覚めかよ。今日は楽しい一日になりそうだな。ようやく御体のご登場だな。おはよう、シュバルツ。ご飯は食べる？いらねえよ。んなことより依頼内容を教えろ。大将の機嫌が悪いのはいつものことだが、今日は格別だな。またあの夢でも見たんだろうさ。親父さんの夢でもな。柔道てめえ、今度はあのクソ野郎のことを思い出させるようなこと言ってみろ。親の腹ん中にそのよく回る舌を置いてこなかったこと、後悔することになるぜ。バルツ、お父さんのことそんな風に言ったらダメでしょ。柔道のご両親にも失礼なこと言って、ちゃんと謝りなさい。せえな、別に減るもんじゃねえんだからいいだろう。ジェイナス、柔道、ごめんなさい。私が代わりに謝るわ。シュバルツを許してあげてもらえる？気にしないでくれ。こいつの言うことにいちいち反応してたらキリがない。フィオナも適当に流した方がいい。そうそう、口の悪さだけならうちのも負けてないからな。あんたに言われたかないね。おらんな。まあまあ、そこまでにしておきましょう。それより依頼のことについてでしたね。今回は本命だ。それじゃあ、魔物退治の依頼？しかも同時に3件だ。大盤振る舞いだろう。んなことはどうでもいい。どこに行きゃいいんだ。一番近いところではアルド平原に一体現れたということです。あとはガイ砂漠とダジルア湿地帯にそれぞれ一体ずつです。めんどくせえからやってやるよ。この答えで満足か、イバ？
シュバルツ、あなたにはこれまで幾度となく失望させられてきました。ですが、ある部分においてはあなたは父親より見込みがあると私は思っています。あんたに褒められるとはな。こいつはいよいよ明日あたりにでも世界が吹っ飛ぶんじゃないのか。そうならないように祈ることですね。相変わらず冗談が通じねえな。世界がどうなろうが俺にとっちゃどうでもいいことだ。クソ野郎の使命ってのを引き継いでやろうと思ったのは、三人の女を好きにできるからだ。そうですね。私の望む通りの結果を出してくれさえすれば、その中で何をしようとあなたの自由です。ただし、そのために血を吐こうが足を折ろうが、体が動く限り這いつくばってでも私の望みを叶えてもらいますよ。あんたが三人の中にいないのが残念でならねえな。が、何にせよそこだけは唯一楽しめるところだからな。今からどうやって俺のもんにするか、そいつを考えるだけで血が湧き立つってもんだ。二人ともやめて。シュバルツ、お願いだからそんな風に言わないで。んだよ。フィオナの言う通りだ。お前さんも辛いだろうが、その気持ちは俺たちだって同じだ。バイスたちは苦楽を共にした仲間だ。そして、それはお前さんも同じだ。あんたらはどうか知らないが、俺は辛くもなんともねえぞ。あいつらのことなんて、何も覚えちゃいないからな。俺が許せないのは、使命なんて厄介事だけ残して、とっとと自分たちだけ消えちまいやがったことだ。親なら親らしいことしてから消えろってんだ。それは無理なんだろ。何も望めないんなら最初から望まなければいい。それだけのことだ。待てよシバルス。子供なんてみんなあんなものさ。図体だけはすぐでかくなるのに、いつまで経っても中身はガキのままだ。気にすることはない。お前さんはよくやってる。その小さな体で本当によくな。あいつの光になってやれるのはお前さんだけだ。これからもあいつの行く道を照らしてやってくれ。